どうも、ここみとねねとママとパパトゥーんにぃです。イエイ、お取り寄せナンバー2。今回は北海道にね、引き続きママのリクエストで三重県、ということでですね、皆さん用意は大丈夫ですか？はい、大丈夫です。前回の覇者はママなんですけれども、今回どうですか、自信の方は。まあ、ちょっとね、あるようなないようなっていうとこがあるかな。ママって毎回そうなんで、ね、ここの誕生日プレゼントの時は。というわけでですね、早速プレゼンやっていきたいんですけれども、誰からいく、誰からいくか順番決め、挙手制で何番がいいっていうのありますか？そんなないんだよな、ここに2、残り物には服があるから。5、4。じゃあ1いきます。マジで、それでいい？はい、2番しくったかもしれない。じゃあそれでいきますか。はい、はい、じゃあプレゼンスタート。おー、では1番手のココミ先生、プレゼンお願いします。はい、よいしょ。ちなみにこれは原稿用紙です。はい、まず皆様に質問です。お、ハンバーグ、はい、食べたことありますか？あります。ありますね。まあ当たり前というか、ほとんどの人がそうでしょうね。ええ、それじゃあもう一つ、はい、松坂牛は確かある。食べたことある？ない。え、ないっけ。ソウスケ、ソウスケないかもしれないね。あれ、うん、なかったっけ。まあ大人二人はある。まあまあ、はい、私は松坂牛を食べたことがありません。はい、はい、ソウスケもひなのも、うん、なので食べてみたいと思います、うん、経験するために、うん、そこで、うん、私は松坂牛の特製ハンバーグを勧めます、うん、お、勧める理由は2つあります。お、1つ目は食べた人の感想が言うことなしだったからです。あ、レビューで、うん、はい、そして星は 4.7。 お、人気ランキングは1位でした。お、これ信用できる。どこのサイトだ？なんだったっけ。ちなみに、うん、5個入りです。1人1個食べられます。はいはいはい、ちょうどいいね。切ったり分けたりしなくて済む。で、値段は、まあ、5000円ぐらいですねって感じです。はい、で、もう一つは経験をしてもらいたいからです。私たちは普段、うん、松坂牛のハンバーグは食べません。うん、お金持ちとかぐらいしか食べないと思うけど、まあこの機会に予算オーバーじゃなければ食べたいと思います。予算は大丈夫だと思います。ただ、うん、あの松坂牛って言えば、まあ普通のさ、焼肉だったりステーキだったりしゃぶしゃぶとかさ、いろいろあるんだよね。そうそう、あるじゃん。その中でなぜハンバーグなんでしょうか？その理由はみんな好きだからです。ハンバーグ、うん、その中でも特に、特に松坂牛、まあ、ココミが好きなんです。まあ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 好きだけど、はいはい、でももうママのハンバーグに戻れなくなっちゃうんじゃん。あら、世界一美味しいって言ってくれてたのに。世界一うまいですよ、そりゃ、はい、当たり前です。超えちゃう可能性もあるってことですか、今回。まあわかんないね。はい、お時間となりました。ありがとうございました。では2番手、ママのプレゼンお願いします。はい、私が今回三重の取り寄せでいいなと思ったのは、伊勢関屋さんのつぼ焼き。え、これは赤西貝の実を伊勢の郷土料理つぼ焼きにちなんで独自の調味料でふっくらと煮た極上品です。ちょっと待ってください、早速ですけど、それは僕ら食べたことありますよ。あります。あれですか？あれです。なぜかというと、なぜ自分が食べたことがあるものにしたかというと、もうこれは本当にね、お墨付き、本当に美味しい。確かにうまい。美味しいわけ、うん、それで、まあ久しく食べてないなと思って、確かに、でまた食べたいなっていう蘇ってきたのと、うん、まあ本当に、ね、美味しいから、みんなにもぜひ、うん、ぜひぜひ食べてもらいたいっていう気持ち、うん、絶対ね、みんな好きだと思うんだよね。まあ確かに、サザエなんだよな。サザエ好きなら、そう、好きだよね。で、しかもタレで炊き込みご飯を最後して、うん、美味しいんだわ。
うまい、確かに。そう。で、これは 60g が2つ入って、1300円。安っ。1セットだけってことですか、買うの予定は。もし買うんだったらもうちょっと買ってもいいよね。そこもさ、あの入るから何セット買うんですか。じゃあ3セット3600円ぐらいかな。で1人1袋という贅沢な、やばい1袋はご飯に入れて、炊き込みご飯、なんなら貝まで入っちゃう。はいはい、入っちゃう、ね、ここはさ、あのお正月にさ、おせち料理も頼むほど絶品ですから。まあ確かに美味しいね。まあただあの子供たちは食べてないから想像しづらいっていうのはあるよね。なんでだって食べたことないから。貝ですか。貝だよ。ほら分かってない。何も。サザエみたいな貝、何貝。赤西貝。じゃあ鳥に例えると。ないでしょ。桜貝。おい桜。おいやめろ。もうその話題はもうすごい音だね。時間です。では3番手宗介、プレゼンお願いします。はい、まず俺はもうやっぱり魚介が良くて、生きサザエをおすすめします。まあこんな感じね。サザエだよ。うん。いやだ。貝に入って。これは 1.5kg。 おー。 1kg が10から12個ぐらいなのね。うん、だから、まあ20個以上。いや、違う。あ、12個以上は確定してる。それはそうだよ、1キロ以上。そうそう、18以上でしょ、最低。そう、1人2個以上は食べれるってこと。18なのに。そう、3個以上食べれるでしょ。いや。で、値段は4900円。おお。で、旬は冬から初夏、初夏、うん、初夏までが時期なんで、ぴったりですね。でも春だもんね。で、まあレビューなんか見れないんだけど。ないんじゃないの。まだ買った人いないんじゃない。あ、じゃあ初めてってこと。かなりね、冒険するね。ま、なんか前浜焼きやったじゃん。誰だっけ、サザエ好きって言ってた。はい、あ、だよね。そう、だから選んだ。ひなのためを持って ね、うん、あら、ターゲット絞ってきた。違う、みんな好きだけど。なんだ、ね、みんな食べてたじゃん、だって。いや、好きですよ、サザエ。でも、特におすすめしたいのは、ね、島半島。島ね、三重の島。うん、半島で採れた新鮮なサザエを産地直送でご家庭にお届けするっていう、まあそのままね、新鮮な、鮮度が抜群の、しかも、お酒のおつまみ、ああ、俺に向けてぴったりでしょ。まあ、間違いないね、買えば。はい、そうです。はい。はい、20秒です。はい、まあもう言うことなしの、文句なしのあれでしょ。え、生きサザエっていうのは生きてるの。じゃあ、活動の活、まあ生きてるっていうことは生き生きしてんだ。そう、ほうみたいな。そう何言われる。そう、まあみんな好きだしね、もう文句ないでしょ。うん、まあはい。え、終わったでしょ。終わってるけど音が鳴らない。いや、飽きた。なんか音が鳴る。また変わったね。ありがとうございました。はい、では4番手、ひなの先生、プレゼンお願いします。はい。いきまーす。え、大きいなぁ。三重弁なんですけど、まあ三重弁で入ってみました。私どういう意味ですか、ちなみに。ありがとう。ありがとう。こんにちはじゃないんだ。いなかった。私が今回おすすめしたいお取り寄せ商品は、魔法庵さんのもちもち小麦シフォンケーキモフォンアソートセット6個入り。うおー。皆さん、ケーキといえば何ケーキですか。ママからブンブンと。はい、ショートケーキ。ショートケーキ。ショートケーキ。ケーキ、ロールケーキ。空気読むぐらい。そう、ね、本当はココミがシフォンって言うと思ってこれ聞いたんですけど、まあ、ココミは昔からシフォンがめっちゃ好きで、まあ、確かに、はい、ここにターゲットしまったんだ。ココミのことも考えた、うん、で、今回このただのシフォンケーキじゃない、なんで見えるシフォンって思ったと思うんですけど、うん、これには訳があって、このサイトに書いてあるやつをそのまま読むと、うん、世界でここだけ希少な幻の小麦、もちもち小麦、幻の小麦プラス鮮度抜群究極の卵、これ三重県産のね。卵好きだね。で、これを
幻の小麦、究極の卵あんでリズムあれちょっと待ってもちもち小麦シフォンケーキですただ笑いに走ってるだけ本気前回から今回、まあ私ロコ入りを選んだんですけど、うん、これ何の味があるか一応紹介してきますね。あ、種類があるの。そう、あ、そうなの、はい、王道バニラ、あ、絶対美味しい、うまそう。で次、まるでお餅チョコ、うわ絶対美味しいよね、チョコ、うん、これもらいたい。で次、抹茶、うん、で私好き、パパじゃね、次、ストロベリー、うん、ひな、ひなじゃん、ママか。次、オレンジ、うん、オレンジはいないかな次が、アールグレイ。あれぐらいは食べてもね。あれぐらいはあれぐらいマジマ。本当に美味しい。オレンジが余る気配しかしない。ね。まあ、ね、と俺でもそしたら終わっ5個目はチョコだな。うん。まるでうちちく。まあこんな感じですごいバラエティ豊かな味がいっぱいあります。うん。でこのシフォンケーキは2015年に特徴ある優れた三重県産品として三重県より2015三重セレクションの選定を受けてます。おー、まあね、9年前評判もいい。9年前、はい、ありがとうございます。では5番手パーパー、ね、お願いします。はい、私がですね今回三重でお取り寄せしたいのは、まあ、やはり前回の、北海道ですねリベンジということで、また海鮮をですね行きたいと思います。はい、伊勢鳥羽島特産横丁さんから牡蠣とサザエのカンカン焼きセット。おお、カンカン焼きあります。カンカンカニを鳴らしながら焼くんだ。違います、変わった祭り。はい、行きます身入りのいい身入りね、まあ、サザエとかカキって言っても、うん、蓋を開けてみたら実は痩せ細ってるとかそういうのあるわけですよ。気まぐれクック見てればねよくわかると思います。身入りがいい旬の時期に、さっき言ってましたね、旬ね、旬なんですよ時期に収穫した厳選のカキと海女さんが取った上質なサザエをですね水揚げされたばかりの鮮度そのままに送られてきますと。はい、でまずですね牡蠣についてなんですけれども、牡蠣は英語でオイスターです。オイスターソース、はい、栄養豊富な豊かな海で大切に育てられた殻付き牡蠣、牡蠣小屋で食べられるような本物のオイスターをご家庭でお楽しみいただけますと。で牡蠣を食べるとどんないいことがあるかっていうと、まず免疫力アップ。今ねいろいろ流行ってますよね、あの病気がね、かかりたくない、ね、嫌ですよねそういうのね。で免疫力アップします。はい、で疲労回復、疲れてますね最近皆さん疲れてる様子見られてます。ここで一発ね行きたい、ビーハーダー動脈硬化、まあここら辺はちょっと大人の感じね、あ、はい、心拍数、うん、心拍数なんかあるんですよ。はい、で心臓病など生活習慣病の予防も期待できますということです。肝臓もいいんですよ。だからなんかね、ちょっと肝臓が引っかかったりしてましたけど、お酒とか飲んでるから、うん、で、牡蠣を美味しく食べて明日のキレイとエナジーをチャージしましょうと。もう素晴らしいフードでございます。そしてサザエ、英語で言うとターバンなんですけれども、海女さんが一つ一つ丁寧に収穫した鮮度のいいサザエを週間冷凍してお届け、身入りがよく火を通すと増す旨味をお楽しみくださいと。コリコリしてね刺身もうまいんだけど、火を通すと柔らかくなってね旨味がギュッと増すんですよ。覚えてますか、伊豆行った時皆さん大量に売ってた牡蠣をさバーベキューで食べたのと、あとその海で獲れたサザエ食べたのと、めちゃめちゃその海の方がうまかったって、めちゃもう終わり、はいはいはい、もう終わり、はい、そこも大事、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。一個だけいいよいいのいいのいいよ、一個だけ、だってカンカン焼き分かる、ダメ、大丈夫、分かってる、分かってる、まあ、分かってる、分かろうが分かんまいがしょうがないはい、バイバイ止めますよ、はい、はい、というわけですね、はい、皆さんプレゼンお疲れ様でした。はい、まあ、前回よりだいぶねレベルが上がったね、みんなのプレゼンが、うん、
これも一つの狙いだから、プレゼン力。これが大切だよね。そう、そう、こうでこうでこうでこうなんですっていう、心に響かすっていうね。ちょっと会社に行く準備ができたかと思った。素晴らしいでございます。将来の。はい。まあ、このね、プレゼン力はね、今誰かお腹したしないよ、一回挟む、ね、はい、大事なんでね、皆さん素晴らしいプレゼン力でございました。はい、ただここからは骨肉の争いがスタートします。誰か一人にしか票は投じれません。はい、そして自分には投じれません。はい、で、最多得票を取った人の品物をね、実際お取り寄せして食べていくということですね。というわけで、皆さん、あの最後のアピールあれば、一番のここから、うん、今日車でママが松坂牛のしゃぶしゃぶを食べたって言ってまして、柔らかくて甘くて、はいはい、美味しかったと、うん、同じ松坂牛ですよ、うん、どう思います？美味しそう。間違いないよね、うんうん、ですよね、はい、期待できますよね、その話から。確かに。だから美味しいと思うので投票お願いします。はーい、はい、では、ママ、ね、なきゃないでもいいよ。なんでサザエとかはさ、カキとか、みんなもう食べたことがあるものなんだけど、うん、このさ、つぼ焼きはさ、みんな食べたことないでしょ。あるよ。あるよ。ないでしょ。あるよ。ないの。子供の頃あるって言って覚えてんの。まあまあ、小5まで全部忘れてるって言ったじゃん。おー、落としにくる。でもね、絶対ね、好き、みんな。もう間違いない。ママはみんなの食を分かってるから、みんなが美味しい美味しいって涙を流す姿がもう目に見えた。これでよかったって。食で涙流したことないの。貝でよかったって。本を下手くる。つぼ焼きでよかった。すごい、あの紙吹雪が。昭和何紙吹雪ポーって残してるすごい間違いないから、本当にこれはもうあの入れて間違いなし、もう騙されたと思って一回やってみましょう。嫌です。怖いです。では、ソウスケかな。まあ俺はもう言った通り旬だし、うん、もう美味しいじゃん、サザエは。サザエまあもう知ってるでしょ。で、みんな2個以上食べれるんだよ、うん、大体は、うん、そう、もう入れるしかないよね。うん、はい、はい、じゃあ、ひなアポペ。今、やっぱあの食後なんですよ、撮ってるのが、うん、だからやっぱみんな甘いもの不足してると思う。あー、だから自分の気持ちにもそう従ってほしいな。食べる時って食後なの？いや、違う、今が食後だから投票で決まるから、今投票集められる気持ちがね、うん、はい、はい、じゃあそんな感じで値段は値段あ、3,760円です。おじゃあ最後私ですね。まずね、あの説明できてなかったら寛解焼きですよ。いやいや、もうそれはアピールじゃない。それは違う。いや違う違う、それ言わせて。ちょっとあのこういう四角いあの鉄製のバケツみたいなね、あ、バケツみたいなやつにドラム缶みたいな。おい、ふざけた。ありがとうございます。終わりました。鬼ちょっと待って言わせてよ。無理。はい、というわけで皆さん余すことなくアピールできたと思います。はい、一人を除いて。いや、僕もしっかりアピールできましたよ。はい、まあ、イメージはつくよね。うん、まあ、別ね、バケツ。というわけで皆さん投票フェーズです。はい、はい、もう決まってますか。はい、決まってます。では、はい、この人だって思う人の名前を呼んでください。呼ぶね。いくよ。せーの。ひなの。え、ママ。ひなの。ここみ。パパ。パパ。ここみ。ここみだー。ここみだー。ここみー。やったー。ハンバーグでした。ハンバーグ。ここじゃ誰でしたんだっけ。ひなの、うん、俺ゼロ。いや、ソウスケ行こうかなと思ったけど。え、パパ誰ですか。サザエ、ママ。あのね、美味しいの知ってるから、これ食べてほしいよね。うん、食べてほしいし、食べたいね。あ、普通。やったー。え、俺もう決まってた予定だったのにな。もう食べる予定でしょ。ママはもう食べる予定で一袋いけるいけるって思ってた。なんだよ、みんなそんな。いや、俺に絶対あると思ったんだけど。サザエでしょ。サザエ好きじゃん。好き。
だから2票は入るなって。ハンバーグ行くと思わなかったね、ひなの。ね、うん。スカイシンじゃなかったんだよ。じゃあ全ダメじゃん。もう全ダメ。もう最初からやる意味なし。消去法でここ見る。ここ見がよかった。そう。ここちょっと相思相愛だよね。ね。ここみもだってさ、ひなのがさ、チョコとかって言った時さ、すげえ嬉しそうでした。確かに。ひなのはどこに行ったの？ゆっこちゃん。じゃあ、どういうところが良かったか？うん。聞いてきた。なんかやっぱジューシーそうかなって思って。まあ、ジューシーとは違う良さがある。まあ、間違いないでしょう。まあ、神戸牛だもんね。ママはママ、うん、ママはね、松坂牛なのか牛なのかちょっとよくわかんないけど、うん、牛って言うと松坂牛とかっていうの、そういうのがあるからちょっとよくわかんないけど、ほんと美味しいのよ。美味しいね。ひなのもね、ちっちゃい食べてんだけどね、実は。あ、そうなんだ。そうそうそう、ひなのがね、そう生まれたあと何年かはね、松坂牛は送られてきてたから、親戚から。うわ、確かにあったね、食べてたんだけど、一枚一枚こう、ね、そうそうそう、放送されて、なんかもう霧のなんかこう一枚こうすげー食べてたんだけど、うん、そうそうそう、でも本当甘くて、お家でやっても家クオリティは超えてる感じと思って、まあちょっと海鮮もねいいなと思ったんだけど、だよね、長いな、しかしごめんごめん、米の話から海鮮って。そう、まあでも確かにココミのハンバーグで俺も良かったかもしれない、あの東京も、うんうん、食べたことあるし、サザエはやっぱりサザエ、カキが欲しかったから俺。あ、まあカキは俺もで、ソウスケ絶対食べたかったよね、今の俺の。まあまあまあ、多分ね、カキはみんな、なぜお前お笑いに走っちゃった、止めた、えお笑いに走ってパパ行ってよ。いやでも止めたじゃん、俺のアピールポイント。あ、それはもうなんか決まってるし、なんかめんどくさいなと思って。じゃあこっちにアピールしたかったんだって、君から入るのは分かったから。多分みんなね、うちら牡蠣がそんな好きじゃないから。でもサザエだけど、そ量が半分なんだなみたいな。違う違う、あの、それもアピールしたかったけど、ソウスケが十何個って言ったじゃん。俺牡蠣10個、サザエ10個だからね。で、値段は6,000円。安いんですよ、ソウスケのと比べて。ソウスケのだってそれで5000円ぐらいするでしょ、1キロで。4,900円でしょ、うん、だからこっちも全然お買い得なんですよ。まあ、うん、まあまあ、なんかっていうアピールもしたかったんで。おめでとうございます。いや、ハンバーガー、ハンバーグね、楽しみです、正直、うん、ね、うん、うん、私も、まあ、全然楽しみ。文句言わないでよ。そう、今じゃない、食べてる時にずーっと、あ、絶対言わない、ずっと言い寄る。これは楽しみだから、これは言ってないね、これは言ってない。さあ、じゃあね、はい、北海道三重と、あ、2軒終わりましたね。はい、はい、で、今回はハンバーグということでですね、はい、ちょっと夕食の様子を撮るのか、米も入れる、ハンバーグだけで撮るのか、うん、いや俺米も欲しいんだよな、ハンバーグ。いや、いいよ、欲しいな、欲しいよね、夕食でいいんじゃない、うん、夕食でいいよ、ちょっとね、感動の食卓になる気がするわ、うん、絶対うまい、うん、皿とかも買わなきゃいけないかもしれない、そう、うまい。いつものあの青い、あとあのあれじゃないの、フォークとナイフも買わないと、やっぱり箸だ、箸、そこのエプロン。なんで松坂牛になった瞬間みんなそんな豪華なことするの。いや、それぐらいの価値ありますよ。まあ確かにね、はい、非常に楽しみでございます。はい、はい、じゃあ届くまで楽しみにしていきましょう。はい、はい、じゃあ、ありがとうございました。明日。